はい、どうも皆さんこんにちは。私、木野と申します。殺戮の天使パート2をね、やっていきたいと思います。前回で B6 をね、なんとかあれから逃げられてなんとかあれから逃げられたところからなんですけど、なんかこの B5 のフロアもかなり暗くて怪しそうなんですけど、予約名簿のようなものが置いてある。こここそなんかカウンセリング室っぽいよね。カウンセリング室というか病院っぽいよね。パソコンがあるが電源が入らない。電源が入らない。こっちには鍵が閉まっているようだ。あ、え、待つんだレイチェル。僕だよレイチェル。誰、え、忘れたのかい。ほら、僕が君を診察していたじゃないか。先生がなんでこんなところにいるんだ。よく思い出してごらん。僕は君のカウンセリングの先生だったじゃないか。え、 B6 になんかそういう部屋あったけどね。 B6 じゃないか、もっと下か、最下層か。私の診察をしていてくれた先生。どうしたのレイチェル。ほら、僕だよ、ダニー先生だ。自分で先生つけてるよ。おー、なんでこんな目が左右対称みたいな感じなんだろう。ダニー、そうだったかな。本当に信じていいの。先生、ダニー先生、私のカウンセリングの先生。なんか術にかけられてる感じになってるんだけど。少し混乱しているね。でも無理もないさ。ここは恐ろしいところだ。でも安心して、僕は確かに君の先生だ。ね。間が怖い。間が怖い。ああ、そうだった。はい、先生。え、大丈夫なの？レイ、目を覚まして。よかった。それに無事だったんだね。ねえ、先生。ここは一体何？あと私、さっき追いかけられたの。あれは何なの？僕も全てのことはわからない。けど、君を追いかけてきたのはおそらく、殺人鬼だよ。殺人鬼の記事めっちゃあったからね。殺人鬼？なんだろうね、ここは。まるでゲームの会場みたいだ。まあゲームだけどね。殺人鬼に追われて捕まればきっと殺される、殺される。追われるのは生贄なんだとさ。先生は、無事だったの？僕は気がついたらここにいた。ここには僕の他に誰もいないみたいだ。先生の会ってことだよね、そしたら。先生、私すごく怖い。レイチェル、怖いのは普通だよ。とにかく一緒に行こう。できることなら僕は君と一緒に生き残りたい。うん、先生。先生、あ、一緒に行動してる一緒に行動してるよ。怖え。先生の部屋だよね、ここ。パソコンには目の病気に関するデータが表示されている。やっぱ先生目変だもんね。ちょっとあのパソコンには届かないな。カルテのようなものが入ってる。目に関する、あー、患者疾患が多い。ガラス棚は鍵がかかっている。あー、ここの備品は古いからあまり触らないように。君の目に傷でもついたら大変だ。あ、やっぱ目の先生だから目をめっちゃ気にするのかな。ベッドは、目疲れてないかい？お昼寝でもする？今昼なの？本当だ。そんなところに気がつくなんて賢いね、レイチェルは。バカにしてんの？なるほど。閉まっているね。確か診察室に鍵があったよ。診察室ってここか。あ、本当だ、光ってる。さっきまでなかったのに。椅子の上に何か落ちている。鍵を手に入れた。ああ、レイチェル、よく見つけたね。僕は確かそこに座っていたんだよ。先生は逃げなかったの？だって君がいるからね。それに君は賢いからここまで来れると思ってたんだ。なるほどね。これで下には行けるけど、ここはまだ開かないのかな。
ここの鍵はどこだろうね。そうか、じゃあここを開ける感じか。あ、間違えた。よし。鍵を使うと扉が開いた。はい、ということでちょっと止まってしまいましたが、出口は多分奥の方にあるんじゃないかな。気をつけて進もうね。ほんとやだ、こういうの。しっとり喋る人めっちゃ気味悪い。なんだかいくつか部屋があるみたいだね。多分奥の方に出口があると思うから、先にそっちを探そう。どうしても奥に行かせたいんだな。同じか。あれ、なんかあるぞ。ガラスの壁。向こう側に行くことができない。ガラス張り。なんだか君と僕2人で閉じ込められているようだね。なんでこいつ喜んでんだ？ なんでこの人喜んでんだ？ここも閉まっているね。少し他を歩いてみようか。大丈夫。2人でゆっくり過ごせば何かいいことが起こるかもしれない。少なくともレイチェルちゃんにはいいこと起きないだろうな。レイチェルにも僕にとってもいいことが。ね。やだわ、この組み方やだわ。お？ああ、ここは個室だね。患者さんの？そう。特別なね。ねって好きだね、この人。囲われた柵の中には、綺麗に整えられたベッドが置かれている。なんで柵に囲われてるの？これなんだ？自分の望みを知っているか、欲望を知っているか。美味しいもの食べたいし、お金持ちになりたいし、イケメンに言い寄られたい。それが本能であるならば、あがらう意味など無に等しい。なぜならそんな意味すら、ここにいる君は持たないのだから。ただし、望みには対価がいる。ルールは破らぬように。どういうことだろう、ルール？ここにはきっとルールがあるんだ。例えば、君を襲った奴はここまでは追いかけてこなかった。何かしらの決まりがあるんだろうね。ああ、B6 のザックさんかな？じゃあ、この望みって？さあ、それは人によって違うだろうね。そうだな、僕なら、綺麗な目が欲しいな。僕は片目が良くなくてね、色も嫌いなんだ。ああ、片目が良くないんだ。レイチェル、君のような目が僕のだったら、それはそれは素敵だろうね。あ、レイチェル逃げて！やばい、狙われてる。嘘でしょ？そういうこと？だってこのフロアの住人はきっと、ね、明らかにダニー先生だよね。てんてんてん。ここは患者さんの病室だね。怖がらなくていいよ、レイチェル。なんてことないベッドがたくさんあるだけさ。だからあなたにそう言われると余計変な気がしてきちゃうわ。ベッドは綺麗に整えられているが、少し埃っぽい。誰も使ってなかったのかな。お、窓が1個だけ開いてる。ガラス窓があるが、外の奥行きがない。張りぼてのようだ。まあ地下だもんね。窓には引っかいたような傷がある。うわ、出ようとしてたんだ。いかがわしい。レイチェル、これが何の傷かわかるかい？引っ掛け傷でしょ？ヒント。この傷をつけたのは患者。さあ、この傷の意味は？変な聞き方しないでよ。わからない。それでいいんだよ。そんな患者のもたらした傷の意味など、君はわからなくていいんだ。じゃあ最初から質問しないでほしいわ。そういう答えのない質問困るわ。あ、なんかある。壁に文字が書かれているが、埃をかぶっていて読めない。埃、取らないと。どうしても読みたい。やめておきなさい。目にゴミが入る。それはきっと患者さんのつまらない弱音のようなものだよ。普通の人間の心の愚痴さ。普通の人間って。先生は読めるの？いや、僕は片方の目が良くないから、それを読んでもね。いや、読んでもいいでしょう。でも埃を どうしても読みたい。よしなさい。目に汚れが入ったら大変だ。君は目を大事にしなさい。とても綺麗な目なんだからね。めっちゃ目に執着してるじゃん。あ、そういえば奥へ行く鍵は僕が持っていたんだったよ。おい、とんだうっかり野郎。そろそろ行ってみようか。そろそろ行ってみようかじゃないわ。
君とゆっくり過ごすのも楽しかったけれどね出たよね。不気味だわ。ちょっと記録しておいて。こっちかな。じゃあ僕が開けるね。早く開けてください。暗いから気をつけて。じゃあダニー先生先に行ってよ。この女の子に行かせないで。ん？チュ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 。そうだよレイチェル、少し怖い。怖いなんてそんな。ねえレイチェル、君の目よく見せてくれないか。いつから眼科医になったの精神科医じゃないの。ああレイチェル、本当に綺麗な目だ。なのに恐怖に怯えた目をしてしまって、まるで普通の目のようで僕は悲しい。いやいやいや、あなたが怯えさせてるんだよ。少なくとも君の本当に綺麗な目を見たい。この悪夢から目を覚ませば、君の瞳に映るあの青い月のような美しい静けさは戻ってくるのかな。何言ってんだこいつねえレイチェル、僕はねその瞳のそばで生きていたいんだよ。突然のプロポーズ突然のプロポーズ、そして後ずさりするレイチェル。先生何言ってんのこの人、私13歳だよって。さて少しここで何かないか調べてみようか。僕この辺りに大事なものを置き忘れてしまってね。探さなきゃ。なんだろう、婚約指輪かな。もしかするとレイチェルも心の落ち着きを取り戻すかもしれないよ。心の落ち着きはないよ、常に胸騒ぎだよ。胸クソ悪いしね。さてどこに置いたかな。あれは我ながら上出来だったのにな。じゃあ指輪じゃないな点滴にはまだ液が残っている。水道には水が通っている。手術用道具のようなものが置かれている。空の瓶とピンセットが置かれている。手術用の機械のようだ。あ、奥行けるのかな。レイチェル、え奥に行くのかい。そこの廊下暗いから気をつけてね。奥で僕の探しているものがあったら持ってきてくれると嬉しいな。先生は何を探してるの。覚えてないかい。ほら僕を見つめてごらんよ、その綺麗な目で。きっと君なら思い出せるよ思い出せねえしって思ってる。ヒントをあげる。僕の瞳はアレキサンドライトなんだこの単語。僕の瞳はアレキサンドライト、なんかキザっぽいけど気持ち悪いな。僕の瞳はアレキサンドライト、なんだろうここ。先生の探し物はここにあるの？なんだろう。ブルー、ブルー、無数の瓶、ブラウン、ヘーゼル、なんだろう、色の名前かな。グリーン、レッド、グレー、グリーン。あれ特に何もないのかな。瓶が並べられてる。空き瓶、液体の入った瓶の中で丸いものが浮いている。わっ、しかし一部が崩れ液が濁っていて何かわからない。気持ち悪い。保存液が入った瓶が入っている。お、中には無数の義眼が入っている。なるほど、義眼か。どれかを持っていく。どれを持っていこう。え、これってあの下のやつがなんかヒントだったのかな。ちゃー、どうしよう。もういっか、緑が好きだから緑かも持っていこう。何かの機械が動いてる。培養液のようなものが入ったケースの中で無数の目玉が浮き沈みしている。おえー、これ目だ。全部青い目。うわ、青い目だったのかな。これも変えられないよね。わあ、行くか。先生これ緑、うん、これを僕に選んでくれたんだね。レイチェル、もしかすると君の潜在意識に僕はいるのかな。気持ち悪い。だけどあと一歩足りない。その目で僕をよく見つめて。君のダニー先生だよ。私のにした覚えはない私のにした覚えはない。いらない。
じゃあ他の色だったのかな。まだ持っていけるね。じゃあこれだけ青い目があるっていうことは、青？とりあえず持っていってみよう。先生これ。アハハ、レイチェル、これを僕に？もちろん青い目は大好きだよ。君も青い目をしてる。でも僕はこの青はいらないよ。君の目に比べればまがいものだよ。これは青い目は君だけでいいんだ。なんか嬉しいようで嬉しくないわ、このセリフ。青い目は君だけでいいんだって軽く断られた感あるよね。じゃあラスト、結局全部持っていくんかい。 全部持っていけちゃうんかい。はい、レイチェル、素敵な赤い義眼だね。僕はこの色好きなんだよ。だからこの色を選んでくれたのかな。いや、3つ中最後の1つだったんだけどな。 もしかして僕のこと少しは思ってくれてた？勘違い野郎。でも惜しいね。当たってるけど違うんだ。これは預かっておくよ。どういうことだよ。ああ、レイチェル。僕はうっかりしていたよ。僕の義眼があるところには鍵をしていたんだ。おい、とんだうっかり野郎。鍵よこせ。そしてその鍵は僕のポケットの中だった。どの鍵も全部持ってんじゃん。はい、これ。え？僕の目、できれば君に見つけてもらいたいんだ。どんな趣味してんの、この人。めっちゃ嫌がってるじゃん。ね、レイチェル。ねって。レイチェル、早く僕の瞳を見つけて。どうして先生が探さないの？正論。だって君が僕の瞳を少しでも覚えていてくれるか、くれているか気になるからね。大丈夫、きっとすぐにわかるから。鍵がかかっているところから出てきた目があなたのでしょ？とりあえず今のところ3回間違えてるから全然覚えてないんだよ、確かなのは。ここだ。引き出しの鍵を開けた。中には義眼が入っている。この義眼、2つ目がついてる。うわ、趣味悪ー。 わー、来たー、レイチェル。先生、ああ、見つけてくれたんだね。それが僕の探していたものだよ。この義眼、先生のなの？そうだよ。ああ、それを見ても君は何も感じない？思い出さない？君は未だに夢の中なんだね。来ないでー。それを貸してくれるかい？それをつけないとやっぱり僕は調子が出ない。本調子出たらやばいんじゃないの、この人。君と僕のためにそれをつけることが必要なんだ。レイチェル。はい。何何？ありがとう、レイチェル。僕は今からこれをつけるから、少し向こうの部屋で待っていてね。気持ち悪い。逃げちゃ許さないよ。ああ、逃げなきゃいけないパターンかな、これ。おかしい。先生はあんな風じゃ。おかしいことに気がついたか、ようやく。怖い。このままここで待っていて大丈夫なのかな。大丈夫じゃないと思います。記録していこう。でも特に何もないよね。鍵が、先生が閉めたの？逃げないとダメだ。何かここを開けるものを。さっき先生がいたあたりに何かないかな。さっき先生がいたあたり。ここが。着ぐるいの裏に何か落ちている。バールを手に入れた。バール。これで扉をなんとか。わあ、怖え。素手じゃ開かない。あ、そっか。使わなきゃいけない。隙間にこれを差し込んで。硬い。でも。すげえ、13歳が力ずくで扉を開ける瞬間。もう少し。開いた。これ絶対さ、先生気づくでしょ。怖すぎる。これは怖すぎる。レイチェル、どこに行こうとしたんだい？めっちゃ寒気。あの、
逃げちゃダメだって言ったろ。ここは僕のフロアだよ。あ、やっぱりお前のフロアか。先生、このフロア以外に君が逃げたら僕の手で君をどうにかできなくなるじゃないか。どうにかってなんだよ。いや、先生、君の生きた目をそばで見続けることが僕の望みだったのに、もうダメだ。仕方ないんだ。君はもう僕の理想の生きた青い目じゃない。だからレイチェル、その目を僕にちょうだい。やばい、目がおかしい。そうか、だから青い目の時はいらないって言って赤と緑だけこんな感じなのか。何？今あれだった？もしかして逃げる瞬間だった？離して。やだやだ。何？これはやばい。先生、あー、レイチェル、そんな顔をして。やめて、離して。本当にただの青い目になってしまったんだね。僕は悲しいよ、レイチェル。ねえ、思い出さないかい？どうして君がここにいるのか、こんな目に遭っているのか。これガチャガチャ言ってるのはレイチェルが暴れてる音なのかな。そうすれば君は君を取り戻すのに。どういうことだろう。あの素晴らしい目に戻って僕と共に生きよう、レイチェル。まだこの状況でも求婚するの？めっちゃ嫌がってるやん。ダメか。お願い先生、本当にここから出して。レイチェル、それでも君の目は今までのどの人間の眼球よりもずっとずっと美しいよ。メフェチにも程があるでしょう。あ、話して。私、お父さんとお母さんのところへ帰りたい。レイチェル、大丈夫さ。君はすぐにお父さんとお母さんに会えるよ。どういうこと？君のお父さんとお母さんはね、君を地獄で待ってる。何？何これ？さあレイチェル、眼球を。何これ、何なの？レイチェル、え、赤から青に変わった。レイチェル、レイチェル、あー、やっぱり君はなんて素敵な目をするんだ。え、どういうこと？今すぐこれを外してあげるよ。え、なんで？さあ行こう、レイチェル。僕はなんて幸福なんだ。え、お前、おお、なんでザック来んの？フロアまたいでんじゃないのこれ。ひゃー、おいおい、ダニー、なんて幸せそうな声出してやがっ。我慢できずにお前を切っちまったじゃねえか。まさかのダニー先生、一瞬でやられる。なあお嬢ちゃんよ、てめえを追いかけてきたらとんでもねえことになっちまったな。なあ、行きたいか？なら今すぐ逃げろよ。逃げてもがけ、希望を抱いてな。そこをぶっ刺してやるよ。こいつもこいつでクレイジーだよね。何も言わない。あ、なんか目が死んでる。ちっ、つまんねえ顔だな。おい、せっかく俺がこうやって歯の先を突き立てて、突きつけてるのに行きたいとも思わないのか。何も言わない。俺はまともな成人男性だから、お人形さんを切り裂く趣味はないんだよ。まともな成人男性、いろいろ考えちゃうよね。まともな成人男性。裏切り者の出現。フロア6の者がフロア5の者を攻撃した。これはルールに反すること。以下、レイチェルに続き裏切り者が生贄となりました。どういうこと？裏切り者？生贄？ああ、冗談じゃねえな。くっそ、逃げるか。
なんか助かっちゃった。 あら、得しちゃったみたいな。そうだ、私は生きてちゃ。どういうことなんだろう。両親は地獄にいて、先生の瞳もう閉じてて見えない。死んだ。あの人ガラス割ったんじゃないの、もしかして。割ってるわ。ガラスの壁が破壊されている。おい、ち、開かねえ。叩いてもぶっ壊れねえしよ。ったく、どうすりゃ。何、どうなんのこれ。なんだお前、のこのこ現れやがって。どういうつもりだ。あ、いや、私が前に進んだらたまたまあなたがいただけで。あのね、普通に話してる。お願いがあるの。あ、お願い。なんだろう。ここまで助かったのに。私を殺して。は、お腹空いたの。うえ、あ、気持ち悪いこと頼むなよ。うえ、俺はてめえみたいな頭おかしいやつに構ってる時間はねえんだ。あなたに言われたくない。とても言われたくない。んな気持ち悪いこと言ってる暇があるんだったら、ここをどうにかしろ。はい、そう、わかった。やりきれんわ。オフ。くっそ、さっぱり開け方わかんねえ。苦手なんだよこういうのはよ。エレベーターの扉は閉ざされている。汚い。汚いっていう感情はあるんだね、こんな死んだ目をしていても。でも他にどっから探索するべきかな。ここら辺も特に変わってないよね。最初の鍵みたいになんか光ってればいいんだけど。ポケットを触る。何もしない。何もしない。他に何かあるかな。ちょっとじゃあ全体を見ていって、見た感じは何もない。あ、そういえばでもここの扉は開けてないよね。鍵が閉まってる。もしかすると先生なら。またポッケに入れてんの、あの人。鍵全部ポッケやん。じゃああの人のポッケ探るしかないのか。おい、鍵どこ。鍵を手に入れた。やっぱあったか。あれ、今動いたよね。あれ、絶対動いたよね。めっちゃ寒気したわ。え、怖っ。また追ってくるとかあんの。あ、違う、こっちを開けなきゃいけないのか。ダニー先生生きてんの。でもなんで、じゃあ、あ、使わなきゃいけないのかね。はい、扉が開いた。お、これを押せばいいのかな。エレベーター開閉と書かれたスイッチがある。これか。すごい監視カメラあるけど、見られてんのかな。これでいいのかな。これであそこのエレベーターが開くようになったはず。お、おい、このエレベーターを開けたのはお前か。うん、そう。そうか、お前か。嬉しそうなあ。お前、さっき殺してほしいって俺に言ったよな。言った。俺バカなんだよ。だからさ、一緒にここから出る手助けをしてくれよ。手助け。ほんでもって外に出ればお前もちったいい顔するかもしれねえだろ。そしたらお前を、どうしても幸せな人を殺したいんだね。
お前を殺してやるよ。わあ、こんな顔なんだ。めっちゃ、は、ほんと？いい顔になった。ああ、お前がちゃんとやればな。わかった。じゃあ、とっととこんなところ出ようぜ。はーい、出ましょう。ザックさん、めっちゃお腹らへん血ついてるけど。という感じで、おお、いいね。おい、クレイジーなやつと一緒に行くのか。下手な真似はするなよ。あと、はしゃぐんじゃねえぞ。あなたが一番はしゃぎそうだけど。俺さ、幸せそうなやつとか嬉しそうにしてるやつを見るとよ、つい殺しちまう。変なフェチだな、こいつも。わかった。まあ、てめえの死んだ目じゃその心配はいらねえか。余計なお世話よ。という感じで、B5 もクリアかな？やったー！おめでとうございます。肌寒いところ。ち、まだ B4 かよ。さっさと行くぞ、おい。というところで、じゃあ今回はここまでにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。次回はこの B4 からやっていきたいと思います。